両サイド四つ目で手を最初から。ここに一個貸し推薦。立ち上がりはこれ土管金明治と。こういう状況で仕事をちょっと入ることができなくて、その間でも部分的に入れる地域があった時に仕上げていったんですけども、その時に撮影がちょっと不可能だったんで、こっちの前は一応こっち今までの4点のつながりとして故郷ありました。でこっちは高麗芝を、姫高麗を張って、だからこっちから見てもつながりで、あそこの空間がちょっと気になるんで、であとこれをちょっと置いて、で昔の水入れたり醤油入れたり、そういう貯蔵するための陶器のやつ、これをちょっと置きます。一番やっぱり長い間工事できなかったんです。この空間が気になってたんで、まあ、これも、まあ、K の締めとしてちょっと引き締まった形でなったと思います。ポイントが足んないところがあるんで、それをちょっと手をかけて一応終わりたいと思います。ですね、あの蔵の前の全面的に一応 K が出来上がりまして、ただ両サイドが、蔵の両サイドがまだちょっと整備しないんで、ちょっとあの K を向こうの K を区切るっていう形で両サイド四つ目でちょっと K を最初からだけでやっていこうかなと思ってます。こっちは一応四つ目であの経路を区切りまして、高低差をつけて同じですが黒地区でやってます。はい、そうですね、高さをちょっと段差することによって結構植物があの花をつけたり しますから、それをちょっと見せる部分もありますし、透かしで見えるっていう、まあ、四つ目ですから向こう側にちょっと動線を導くとか区切りっていう感じの竹垣、今度もう一個左側のちょっとダイレクトにボーンって向こうに見えちゃうんで、ちょうどこれが区切りがいいかな。そうすれば向こうから見たらこっちの径がちょっと遮断できる、透かしてみる。じゃあここに置いてます。四つ目でもちょっと縦号本数を増やすっていう形でやっていこうかなと思ってます。まあ、少し数多く縦号を入れたものはボケるかなっていう感じですね。はい、
今こっちやってで、こっちの4つ目やったところにここに1個足し水栓設けちゃいます。配管も今してあるんで、ここで1回水道蛇口で作っちゃいます。例えば管理今度はしやすいんで、こんだけの苔があるんで、やはり換水系がちょっと今まで苦労しちゃってた。それとあと言えばこの空間少し小綺麗にこの木のつながりでちょっとまとめちゃいます。そうすればまあこっちはほとんど径が出来上がっちゃうんで、そういう感じです。それで立ち上がりはこれ土管ここにあったやつなんですけど、一応いぶし銀ではちょっと塗っちゃいました。足し水栓の土台にこれを使います。はい、そうそう、でっかいやつをもうこれが最後、そうそうそう、使い切る感じですね。これは結構でっかい土管なんだよな。道路なんかの本管とかああいうのも昔やはり全部土管だったんで、その残りかなと思って。これはもうそこにあるてっぺです。同じやつで、これちょっと化粧をモルタルだけじゃ周り黒でしどろうかな。次に周りの化粧頑張りでちょっとこの辺は打っちゃおうかな。それから今土管は四つ目の上にこういう形で、そうそう、これはちっちゃいぞ、あんまりしたやつ、これを止めとして、
うん、ここをちょっと、これはあれだ、品名地区端のまんまです。これはもうちょっと立たせるとか、このままで、ここも四つ目できて、この前も、まん前もこのつながりで植栽とちょっと石を置いたり、流れ的に余ったモルタルとかコンクリートで作っちゃうの。どうしてもちょっと多めに作ったりするんで、だからそれを土の上に置いて、一応翌日鉢になっちゃうんで、それを苔張って、全然そうなるとね、見た目も感じがいいと思っちゃう。今植栽して、で最後は仕上げにちょっと地肌の見えるところは、こっちの庭とつながりで、伊勢砂利的なものをちょっと巻きたいと思っております。でデザイン的に龍の髭とか植栽はして、まあ、地肌が見えるところはちょっと砂利で、化粧砂利で抑えようかなと思っております。はい、こっちは雨だれに入ってちょっとナチグロでやってますけど、ちょっと色が同じナチでも、こっちは真っ黒になりますけど、こっちはちょっと灰色っぽいやつで、一応これで一応この系は完成です。ですね、一応蔵の両サイドの四つが一応これで完成しました。一応ここで区切りする形で、やっぱり今まで1箇所だったんで、まあ、ここにあれば2箇所あれば完遂するのには非常に楽だと思います。はい、そうですね、もうやっぱりただ植栽するだけじゃなくして、径として抑えを持っていかないと、日本庭園、池との
つながりもありますし、そういうので一応効果的な、意外と四つ目が効果的なんで、一応こういう形にしました。これが完成で、であとはあの塀の道路側の方の部分でちょっとあのポイントが足んないんで、まあ、それをやって終わりになります。はい、全体がもう OK としてあの完成という形で終了になります。はい。